皆さんこんにちは、プラモ復帰チャンネルです。今回も正式なバトルレポートにしなかった、まあ、いわゆるボツになったゲームをダラダラ見ながら私がただお話しするだけの動画になっております。正式なバトルレポートとして作っておりませんので、またエフェクトとかいろいろカットインとかそういったものは一切入っておりませんけども、この場面はこういうことがあったな、この場面でこういうことが流れが変わったなとか、いろいろ見返していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速ゲームの風景見ていただきましょうか。前回作った雑談のバトルレポート、あれの同じ日にまたデスガードとゲームしたんですけど、こちらまた違う編成でゲームしたものなんですけども、一番写真の手前にいるのがこちらバーブドハイエロデューっていう、またこれフォージのちょっと大きなモンスターなんですけど、半替えされる前はタイタニック、今で言う昔はガルガンチュアって言ったんですけど、モンスターよりもさらに大きなカテゴリーにいる、いわゆる決戦兵器ロード・オブ・ウォーだったんですけど、このバーブド・ハイエロデュールね、今はヘビーサポートなんですよ。このゲームの時もね、ヘビーサポートの枠になってたんで、まあ友人にちょっと無理を言ってゲームで使わせてもらったんですよね。かなりね、使いづらいところもあるんですけど、正直ね、本人がね、そこまで特殊な能力をね、持ってないんですよ。まあ、ハイエロデュール自体は、パラメーターがまあ高くて、コストとパラメーターのバランスがそれなりに取れてるかなぐらいで、新しくなった今のティラニッドのコデックスのモンスターたちと比べたら、どうでしょう。今のモンスターたちに比べると、このハイエロデュール若干弱いかな。まあ、相対的に弱くなったかなっていう感じですけどね。この時はね、まだ、そこまで弱い感じもなかったんで、ちょっとデスガードの高い耐久力なんとかしたくて一度使わせてもらったんですよ。まあご存知の方が見ていただいたら、このティラニッドの編成何やりたいかよく分かってもらえると思うんですよ。ハイエロデュールの奥に見えるのがこうバイオボア。あんまりバイオボアをね、最近使ってるって方はもしかしたらいらっしゃらないのかもしれませんけど、私バイオボアっていうこのユニットね、すごく好きで、本当はねたくさんゲームで使ってやりたいなって思うんですよね。まあバイオボアね、見ていただいたらわかるんですけど、背中にこういう大砲を持ってるじゃないですか。今はあのこれと同じような形で、あの一番奥に見えるこれエグゾクラインっていうね、このガチの射撃ユニットが強いんで、同じヘビーサポートの枠を争ってしまいますから、エグゾクラインが優先されること多いとは思うんですけど、バイオボアはね、ティラニットで2班の時からいる、ほんと最古参の遠距離支援ユニットなんですよ。こいつね、とても面白くて、スポアマインっていうね、あの爆弾のユニットがいるんですけど、それをね、ばらまくっていうね、なかなか面白い能力持ってるんですよ。昔から持ってるんですけど、まあ、こいつがね使いたくて、エグゾクラインとバイオボア、それとバーブドハイエロデュール、あとねこの写真ではちょっと見づらいんですけど、奥のエグゾクラインの隣のハイブタイラント、ハイブタイラントの装備はね、デススピッターっていう武器、射撃武器なんですけど、それがね4門ついてるんですよ。だからこの編成ね、完全に射撃戦でなんとかしてやろうっていう編成なんですよ。あの今ハイブタイラントの装備がデススピッター4つだって言ったじゃないですか。この装備ね、今のこれ今の更新がある前の版で、まあ英語のコデックスだったんですけど、それまではね、この昔で言うツインリンクデススピッター ×2 っていう装備なんですけど、これね今できないんで、残念ながらこの使っていたハイブタイラントね、ゲームで使えないので冬眠みたいな感じで、まあ、休眠でしょうか、まあ、棚の中で眠ってるっていう感じなんですよ。いや実はね、新しく半替えされてハイブタイラントね装備できる武器が減ったんですよ。
まあ、その代わりパラメーターものすごく向上したんですけど、これとね、まあちょっと脱足なんですけど、ツインリンクデバウアー、まあデバウアーっていう銃があるんですよ。またそれね、4つ装備できるっていうのがあったんですけども、これもできなくなって、残念ながらね、そのデバウアー ×4 っていう装備も私まあ作って持ってたんですけど、まあそれも今使えずに棚で休んでる状態ですね。まあ今のパラメーターね、更新されてハイブタイラントが強くなりすぎてるんで、そういうのもあって、おそらく装備品をね絞って戦えっていうことなのかもしれませんけどね。1ターン目の射撃フェーズでバイオボアが射撃して、まあ、見事に射撃外したんですけど、その代わりこのスポアマインっていうのをばらまけるんですよ。まあ、これデスガード側のターンで移動して、デスガードがスポア前に近づいたんですけど、まあ、ギリギリ爆発しない距離っていうのが、まあ、ありまして、そこに入らずに、まあ、射撃してこのスポアマインを撃破すれば別に何の害もないんですよ。ただね、何が目的なのかっていうと、このスポアマインをばらまいておくことで相手の動きをね牽制できるんですよ。相手がまあここに近づいたら爆発して致命的ダメージを与えられるんですけど、少なからずね結構ねいやらしいダメージになるんですよ。キャラクターとかその傷が少ないような単体のユニットっていうのは意外にね刈り取れるんですよね、スポアマインランチャーっていう武器では。結構ねこういうスポアマインいっぱいばらまいて相手のね動きを封じ込めるっていうような、カードゲームで言ったらロックデッキみたいなのが、まあ編成ではあるんですけど、あまりにもね、戦い方がガチすぎて、友人とは一度もね、それで戦ったことはないんですけど、でも少なからずやっぱり使ってて、バイオボア活躍するんで、皆さんもね、スポアマイン、そしてバイオボア、3体ぐらいね、1ユニットで編成して、一度使ってみてください。私おすすめです。ただこのタイミングの時っていうのは、たった3体しかスポアマインばらまいてないんで、このビルレンスさんがすぐ打ち倒してしまって、活躍はできなかったんですけど、使うんだったら、今のルールだったら、もっともっといっぱいばらまけますから、数をとにかく置けば、相手の動き結構制限できますから、まあこれはあんまりいい例ではないと思ってください。デスガード側の1ターン目、このタイミングでプレグマリーンのプラズマガン持ちが2体いたんですけど、プラズマガンでバーブドハイロデュールに対して射撃したんですよ。でね、最大出力で射撃をしたんです。毎回ね友人最大出力で射撃するんですけど、これね毎回また面白いことに、だいたいヒットロールで1が出て自滅するんですよ。これほんと面白くて、何回もね最大出力打ってるんですけど、おそらくヒットロールの出目1がね出る確率今のところですけど6割超えてるんじゃないですかね。何回もねバトルレポート撮ってるんで、その度に見返すんですけど、プラズマガンのね自爆率ほんと高いんですよね。まあこれもまたこのゲームの面白いところなんですけど、この場面ねタイラントが3番マッカー確保してて、デスガード側がドローンとプレイグバーストクローラーと、で、ブライトハウラー。この時、ブライトハウラー確か組み立てたばっかりで、初出撃だったと思うんですけど、まあ、その性能チェックも兼ねて、こうやって使っているんですけど、この、縦列駐車みたいになってるじゃないですか。これね、本当だったらね、これだけのビークル揃ってれば、タイラントね、すぐ倒せたと思うんですけど、この時のタイラントの、ボーロード能力が、ウーンズロールマイナス1するっていうのをちょっと選んでて、結構粘ったんですよ。なのでね、これだけのビークルがいながら、タイラント1体に結構手こずってた印象がありますね。結局タイラント倒せずに、こちらのティラニッド側のターンになって移動して、しかも射撃もした後、こういう展開になるんですけど、もうドローンに関しては傷1なんですよ。タイラントもね、まあ見ていただいたらわかるんですけど、傷4まで削られてるんですよ。でもこの状況でこれね、ハイエロデュールが今プレイグマリーンに対してもう完全に突撃成功できるぐらい距離詰めてるんですよ。これ全力移動した後にタイラントがサイキックでオンスロート、まあ今の凶暴化みたいな能力があるんですけど、それを発動したんですよ。つまり全力移動した後普通は突撃できないんですけど、突撃できるよっていうもう昔からのティラニッドのねサイキックがあるんですけど、それが決まったんですよ。だからこれねハイエロデュールこのままプレイグマリーンに突撃するんですよ。
突撃に入る前の射撃フェーズで、これエグゾクラインがドローンを撃ち取ったとこですね。このゲームね、エグゾクラインがね、無傷で終わるんですけど、こいつほとんど動かないで、ひたすらビークルに向かってバイオプラズミックキャノン撃ってるだけでしたね。まあそれで本当に十分強くって、むしろそういう仕事をしてほしいっていうユニットだったんで、エグゾクラインね、初めて多分友人に見せたんですけど、友人がね、こいつほんと強いって言ってましたね。これ更新今される前の班の性能だったんですけど、移動してなかったらね、2回撃てたんですよ、バイオプラズミックキャノンを。いや、そういうのもあってね、弾数も多かったんですよね。まあ今ももちろん強いんですけど、ずっとねガチユニットなんで、ほんとこの時初めて見せて友人もこれにはビビってましたね。今班代わりしてエグゾクラインちょっと性能変わったんですよ。2回射撃ができなくなってるんですけど、まあそれでも弾数は多くて攻撃力高いんですよ。エグゾクラインはね、今でもガチユニットなのは間違いないです。ただこのキットね、余談なんですけど、コンパチでもう一つね、ハルスペックスっていうユニットに組み立てられるんですけど、半代わりこのコデックス更新まではハルスペックスがね、すごくエグゾクラインと比べると弱くて使いづらかったんですけど、私ねコデックス更新されてからハルスペックスをね何度か使ってみたんですよ。でその結果ですね、エグゾクラインに負けないぐらい強くて、白兵戦に入ったら高い耐久力と本人の回復能力で、ほんとねモブアーミーに対してもビークルとかモンスターに対しても結構いい戦果出してくれたんで、今ねこのエグゾクラインハルスペックスのキットね、有用なキットになってますね。ぜひ皆さんもね、持ってなければね、どちらか一体ね作ってゲームで使ってみてください。今回のゲームのハイライト、一つ目のハイライトなんですけど、バーブドハイエロデュールがプレグマリーに対して突撃してそのまま攻撃与えてるんですけど、やっぱりねバーブドハイエロデュール、さすが元ガルガンチュア、元タイタニックなだけあって、この時はね本当に無双してましたね。本人はねバーブドとサイズドっていうハイエロデュール2種類いるんですけど、どっちかっていうと遠距離武器のこのバイオキャノンっていうものが主武装なんですけど、まあ接近戦もねやっぱりそれなりの力持ってるんですよ。もう歩兵だったらズタズタ切り裂けるっていう感じで、この時のねデスガード、本当ダメージ減衰と高いタイと棒でティラニットでね、コデックス更新される前っていうのは本当苦戦したんですけどね、まあ 4G ユニットさすがの力をこの時は見せてくれましたね。デスガード側がねバーストクローラーの射撃をほとんどこの時はねヒットさせることもできなかったんですよね。友人のデメがね、今まで2年ぐらいゲーム一緒にやってますけど、この時のゲームほどデメがね振るわなかったゲーム多分ないですね。見返してるとね、もうヒットロールがそもそも当てられてなかったんで、ウーンズロールもヒットロールも当てられず、ほんとねボロボロのデメでしたよ。まあ私が別に特段ね良いデメを出してたわけじゃないんですけど、だから結果的にほとんどティラニッド側にはね損害がないっていうゲームになってしまったんですよね。もうこのバーストクローラー今ねマランスロープに対して射撃してるんですけどね、またマランスロープに全然ダメージ入らないんですよね。この時はちょっとやってる私もね申し訳ない気持ちになりましたね。どうしてもねこのウォーハンマーっていうゲームはサイコロの運が絡む場面多いんで、まあ確率って収束していきますから、いい時もあれば絶対悪い時もありますし、流れっていうものも確かにね存在するんですよ。最近はねデスガード使ってくれているこの友人はね、まあ新しい新人の友人がね増えましたから、ネクロンを使ってくれる、それと対戦しててやけにデメの調子いいんですよね。何なんでしょうね、やっぱりそういう流れというかあるんでしょうね、何か違う気配みたいなものがね。でこの場面なんですけど、デスガードねブライトロードターミネーターを予備戦力から配置した場面なんですよ。やっぱりね友人が最も信頼しているユニットの一つなんですけど、ターミネーターたちはね一番強敵のユニットに対してぶつけたいんで、まあこの時はやっぱりハイエロデュール倒すために出したんですけど、これ残念ながら突撃失敗するんですよ。やっぱりね9ムーブ離れてる状態で出して突撃宣言してもね、9ムーブ2個のサイコロの合計9以上出すのね難しいですね。多分確率的にはね 30%、まあ、40% 切ってるぐらいの成功確率なんだと思うんですよね。確率的にはこれね、このタイミングでもしブライトロード
突撃成功してたらまだわからなかったかもしれませんね。申し訳ないことに、私が作るバトルレポートであんまりターミネーターたちが活躍する場面っていうのがお見せできてないんですけど、本当に誤解しないでいただきたいんですけど、ブライトロードターミネーターたちは強いです。もうコデックス読んでいただいたら、性能とか装備できる武器とか本当にね、多岐にわたりますし、強力なものが取り揃えられています。ですから運が悪かっただけなんですよ。本当この辺だけはね、あの友人とか、そのこのユニットの強さ誤解されないようにお願いいたします。で、残念ながらターミネーターたちは突撃失敗してしまったんで、そのターン中の白兵戦でハイエロデュールがプレグマリン全滅させてしまって、その足で再編移動でちょっとだけプレグバーストクローラーに距離を詰める形で移動して、で次のターンにプレグバーストクローラーに対して突撃を成功させてしまうんですよ。で、突撃したターンの白兵戦の状態がこれです。プレグバーストクローラーもさすがにハイエロデュールの攻撃ダメージが一発が大きかったんで、減衰しても耐えきれなかったっていう感じですね。ただこの時は見返してみると、ハイエロデュールがね、わずか4回しか白兵戦攻撃の回数がないにもかかわらず全部当てたんですよね。で、見事に全部ウーンズロールも通って、セービングもデスガード側が失敗をしてしまって、ダメージが全部入ってワンショットされるっていう展開になって、残念ながらバーストクローラー撃沈されましたね。そう考えたらこの時も出目がね、一方的な展開になったんですよね。これね、バーストクローラーここで持ちこたえてたら、ブライトロードターミネーターがまた白兵戦に入って加勢することもできたのに、もう一って持ちこたえられたらっていうのはありましたよね。デスガード側はね、この時点で実は勝利点としてはティラニッド側とそんなに差の開きがなかったんですよ。だから点数上はまだこれね、3ラウンド目なんですけど、逆転できるかできないかわからなかったんですよ。だからこのタイミングでバーストクローラーが生き残ればっていう状況だったんですよね。ここでね、何か一つでもユニットがね、多ければ同点にまで持ち込める可能性もあったんですけど、ここのね、ワンショットは辛い展開でしたよね。ちょっとターンのね、展開は前後してしまうんですけど、デスガード側が一方的にやられすぎてるかっていうと、もちろんそういうんじゃなくって、ビルレンスさんがマランスロープをね、一方的に倒すっていう場面もね、見せてくれたんですよ。2番マーカー確保してるマランスロープ、これ倒して、まあ、ビルレンスさん自身は4番マーカー確保してるんで、これでね、点数差っていうのは大きくつけられたんですよね。まあ、ビルレンさんが持ってるツインプレイグスピュアっていう武器がヒットロール自動成功なんで、マランスロープのヒットロールマイナス1っていう、まあ相手に対してのデバフなんですけど、そういうのを無視できるんですよ。そういうのもあって相性がいいユニットだったんですよね。デスガード側からすれば、こういう対処の仕方ね、その前のゲームでマランスロープ倒して、このゲームでもマランスロープ倒したんで、しっかりね、友人は対処をしてるんですよね。フォージユニットをやっぱりね、私はこのゲームこの日1日使わせてもらったんで、ゲームとしてティラニット側としては強いユニットをたくさん使わせてもらったわけですから、それにその日に対処するっていうのは、この時まだ友人初心者だったんで本当は難しいはずだったんですよ。でもね、しっかりとこれは倒そう、これはこういう風に対処しようっていうのを自分なりに考えてやったんですよね。まあその結果、やっぱりマランスロープも前のゲームよりも早く対処されてしまいましたね。この点においてはやっぱりすごいなって本当に思います。このゲーム4バトルラウンドまでもつれ込んだんですけど、この今見ていただいてるのが4ターン目ティラニッド白兵戦でブライトハウラーを撃破した瞬間なんですよ。この時点でバーストクローラー倒されてますし、ドローンも倒されてますし、ブライトハウラーも撃破されて、残ってるユニットがヘッドクォーターのビルレンスさんと、突撃に失敗してチューブラリンだったターミネーター、ブライトロードターミネーターしかいなくて、もうユニットとしての数が2ユニットしかいない。でもティラニッド側はね、この時点でマランスロープしか撃破されてなくて、残ってるユニット全員でマーカー取りに行ったらほぼ勝ちだったんですね。だからこの時点で勝利がティラニッド側確定したんですよ。この時もね、
見返してると、ハイブタイラントが、まあ、接敵範囲内の敵にも、このデススピッターを撃てるんで、撃ってたんですけど、結構入ったんですね、ダメージが。それもあって、本当だったらね、そこまでダメージ与えられる攻撃力じゃなかったんですけど、まあ、一応ね、運が良かったとしか言えないんですけども、デスガード側からすれば、またセービングいっぱい失敗してしまって、運が悪かったなっていう展開でしたね。だからこのゲームね、なんでちゃんとしたバトルレポートにしなかったかっていうと、デスガード側の出目があまりにも振るわなかったんで、もうやらせなんじゃないかっていうぐらいに疑われても仕方ないぐらい一方的だったんで、この私としても申し訳なくって、ちゃんとしたバトルレポートにせずに、だからチューブラリンの状態になってたんですよね。でコデックスの更新がティラニとあった時に、タイラントがこのデススピッターっていう武器を使えなくなってしまって、なおさらバトルレポートにするのをねためらってしまったんですよね。バトルレポートにするか悩むゲームって結構取りだめしてあるんですけど、だいたいねゲームにこういう一方的すぎる展開だったり、出目があまりにも振るわないっていうのが多すぎると、バトルレポートにならないっていうゲームありますね。まあこれは作る側の私たちの裏話みたいになってしまいますけど、やっぱり何から何までこうねバトルレポートにするっていうのはちょっと考えるんですよね。しかしこの動画スタイル、編集するのはね個人的には簡単なんで、ボツになっているものもネタにできるんでね、ちょくちょく動画にしてゲームを皆さんと共有できたらなと思います。ペイントのねお供になればいいかなぐらいの感覚なんですけど、また動画作りますので、こういったものをその時は気軽に見に来てください。少しまた長くなってしまいましたけども、今回の動画これで終わります。気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価ボタン、なんなら低評価ボタンでも押していただけたら私のやる気が上がりますので、よろしくお願いいたします。コメントの方も気軽に残していってください。いつもご視聴ありがとうございます。よう、ここまで見てくれてありがとうよ。せっかくだからよ、俺たちの戦組に入っていけや。チャンネル登録と、他の動画も楽しんでってくれよな。このチャンネルでゆっくりしていけや。